さあ、どんどん行ってみましょう。白組第2グループですね。勝手に、5人ずつ分けてるわけですけども、あいうえお順で言って6組目、キスマイフット2、それから7組目、キング&プリンス。キスマイが2回目、キング&プリンスが3回目ということで。はい、先ほどね、1本目のラストにも言いました。ジャニーズグループはね、歌唱力で別に出してきてるわけじゃないです。きっと。はい。もう、それこそ遡ることね。最近ちょっといろいろありましたけど、近藤真彦さんとか、あのぐらいの時代からもうね、ジャニーズ事務所と NHK、まあ、テレビという、まあ、つながりがきっとありますので、これね、後でも出てきますけど、男性21組、出場があるんですけど、そのうちのですね、なんと7組もジャニーズのグループが入ってる。もう3分の1はジャニーズなんですよ。ちょっとこれ、多いなって、もう単純に思ってしまうんですけど、なのでもうね、まあ、女性の方の、なんとか坂グループと同じように、まあ、固定のやっぱりジャニーズファンという人たちがたくさんいますから、まあ、そういう人たちに見ていただきたいという NHK 側の、まあ、演出上の、なんですかね、枠。演出枠。たくさんの人、若い人に見てもらいたいな枠ではないかと思いますね。ボイストレーナーが何かコメントするというところではきっとないんじゃないかなと。いうふうに思いますが、キング&プリンスにはいますね、うまい子がね。岸くんでしたっけね。結構いい声で、歌われてるなと私は思いまして、びっくりした記憶がありますけど。たまに言いますよね、だからジャニーズのグループの中にも、この子はちょっと歌えそうな感じする。私、勝手に注目しております。さあ、そして33回目の出場、郷ひろみさん。私はね、女性ではね、生徒さんにおすすめする方が MISIA さんとスーパーフライさんと言いましたけど、男性のボーカリストで生徒さんにおすすめする人の一人、郷ひろみさんです。もうこの方はね、それこそスーパーフライと一緒で、歌い方のもう見本の宝庫ですね、これは。もうね、声の出し方、息の吸い方、言葉の発声の仕方ね、高音の出し方、すべて見事にこう基本に忠実な出し方になってると思いますね。私はもう本当すごい好きな歌い手さんで、私が偉そうに言うことじゃないですけど、正確だし、ダンスもね、そのまあ、ね、ダンスの振りの質は分かりません。私はダンスの先生ではないので。だけど、やっぱりリズムにちゃんと乗っかって歌うっていうね、郷ひろみさんというキャラクターしかできないあの乗り方というのは、これはぜひね、若い方にも見ていただきたいと思います。特に声を、高い音を出すときに、ぐって顎を引く、あの顔の向きね。あれは私は特におすすめです。高い音言って上向いちゃう人は結構多いですけど、ぐっと顎を引いてあげた方が実は出るんですね。顔の真ん中辺から声を出すイメージが、郷ひろみさんからはすごく強く感じます。さあ、そして、9組目。2回目の出場、ジェネレーションズ。はい。まあ、今回ね、EXILE は出ておりません。3代目 JSOULBROTHERS も出ておりませんので、まあ、LDH という事務所からはこの人たちがね、出てきた感じですけど、男の子の生徒さんで、この LDH グループ、その事務所のね、曲を持ってくる方、たくさんいらっしゃいます。はい。まあ、ただね、私個人的な気持ちとしてはですね、ある程度高音に行った時に、このグループの方たちはすぐね、裏側の声、裏声にこう切り替えるという人が非常に多いんですけど、まあ一ボイストレーナーからすると、地声ね、裏声に変えずに高いところをバーって、生徒さんには出してもらいたいなと思うんですね。で、それが全部できて、ある程度出せるけれども、歌の表現として裏側に切り替えるということは私は全然あっていいと思うんですけど、最初からそういうことを覚えちゃうと、なんか高音張ることもね、やらなくなってしまうというか、高音思いっきりパーンと腫れた時の心地よさっていうのは、私は歌い手さんの結構ね、いいところというかね、美味しいところだと思いますので、見本にしたいですというふうに、見本にしたいけどどうですかって言われると、こう、ぜひぜひとは言えないですけど、まあまあ、この彼らはというか、ジェネレーションズとしたら、そういう手法でやってますから、まあ、それ自体はいいと思いますけど、ボイストレーニングに持ってくる練習曲としたら、どっちかとしたら私は郷ひろみさんをおすすめしたいなというふうに思いますね。さあ、そして10組目は3回目の出場、純烈。はい。
もうこの方たちはもうね、スーパー銭湯から出てきた 裸表出てきたばっかみたいになっちゃいましたけど、奥様方の、ね、アイドルということですが、まあ、この人たちも一つのアイドル枠というふうに言っていいと思います。ご本人たちもきっとそうは思ってないと思いますけども、歌唱力勝負という人たちではないですから、きっとね。わかりません。本当はそう思ってるかもしれないですけど。なので、まあ、歌がどうこうってこともないですし、まあ、ボイストレーニングにこの曲歌いたいと思ってきた方はまだやっぱり一人もいないですけど。これはまあ、言ったらジャニーズファンの方たち用みたいな感じで、今度はちょっとね、お年を召した方たちの、アイドル枠ということでよろしいんじゃないでしょうかね。はい。まあ、ただ今年はコロナだったからね、この選考基準っていうのもなかなか難しいと思いますけど、まあ、私個人的にはちょっと意外でしたね。あ、純烈が入ってるんだっていうのはね。さあ、もう一人行きましょう。3回目の出場って書いてますね、これね。鈴木正幸さんでございます。そうですか。そんな少ない、なんかちょっともっと出られてるイメージありましたけど、はい、鈴木正幸さんもやっぱり男性のね、歌手の中では、うまいというふうに言われる歌手の一人ですけども、何の曲を歌われるんですかね。もう私の世代だと違う違う、そうじゃないとかね、もう涙はいらないみたいなイメージしかないんですけど、何かね、ヒットされたのか、私が知らないだけかわかんないですけど。ただこの方がうまいと言われるのはやっぱね、声の響きですね。で、日本人の声というのは基本的にあんまりこう太く、わーっと出る人がいないんですね。どっちかというとこう細めの声が出る人が多いんですけど、鈴木雅之さんというのはこのね、顔の奥の方で、ってこうなんか、いい響きが鳴ったりするので、そこが多分ね、ちょっとこう、洋楽っぽいというですかね、声の出方が、それで日本人アーティストの中ではうまいというふうに言われてるんだと思います。